秋口にやりますって予告してたね、犬の技術アップ講座についての話と、虹玉塾の2期生募集について、来年やるね、オンライン教室はどんな感じになるよっていう話がね、ちょっとね、最後にしたいなって思います。この1年でね、本当に上手くなったなと思います。学んでできるようになって、そこからが本当のスタートです。はい、お疲れ様です。虹玉屋の北川です。今日もねフェルト教室始めていきたいと思います。今回はねちょっと作品を紹介したいなと思って、僕6月7月に技術アップ講座っていうのをやったのね。猫の技術アップ講座で、それをね受けてくれたね生徒さんが、あのあとこんな風にねできましたってね連絡くれたりしてたんだけど、ちょっとねその作品を紹介したいなって思います。僕もそうなんだけど、何かね習いに行くじゃない、その時ってさ、よしやるぞってこうモチベーション高いから一生懸命やるんだけど、終わった後、本当この終わった後どう過ごしていくかっていうことがすごく大事で、コツコツとやり続けることでどれだけレベルアップしていくかっていうのがね、それがね分かるようなね作品紹介になると思うので、ちょっとね見てってください。もうこれねちょっとね連絡もらった時嬉しかったですね。はい、あと最後にねちょっとね3つお知らせがあります。そこに書いてあるんだけれども、秋口にやりますって予告してたね、犬の技術アップ講座についての話と、虹玉塾の2期生募集についての話、それから来年やるねオンライン教室はどんな感じになるよっていう話がね、ちょっとね最後にしたいなって思います。はい、じゃあね作品紹介の方をしていきたいんですけど、はい、この作品です。でこの作品ね、あのまだ最初の状態なんですよね。でこの生徒さんっていうのは、実は僕が去年、今ねこうやってみんなにオンラインで教えてるけれども、これを始めるにあたって何名かね声かけさせてもらって、モニター生になってもらってね、あのちょっとね僕がね教えるのをねちょっとね練習に付き合ってもらったんですよ。でその時ね、あのすでにねこれぐらいのものが作れる生徒さんだったんで、僕もねまだどうやって教えていこうかっていうのが結構手探りで、この時点ですごい植毛も綺麗だし、ベースもねしっかりできてるから、この作風をね崩さない方がいいんじゃないかなって、僕自身遠慮が出ちゃって、でねその3ヶ月間のモニターの期間じゃね、あまりねしっかりとねすごいレベルアップしたっていうことをそこまで持ってってあげることができなくて、で僕はねずっと、いやもうちょっと教えてあげればよかったかなってね後悔してたんだけど、そしたらね猫の技術アップ講座受講してくれて、で僕からしたらね、あ、またしっかり教えてあげれるってね、チャンスが巡ってきたから、すごい嬉しくてね。で、やってもらったんだけれども、なかなかね、あの、時間取れなくて忙しい中ね、頑張ってね、作品作ってくれて、で、その技術アップ講座でね、3つ作ったのかな。で、その時に、まあ、中途半端でね、終わっちゃった作品もあるから、で、最後ね、仕上がった時に、できましたってね、送ってきてくれたんだけど、そのね、作品紹介します。はい、それがね、この作品になってきます。すごいですね。もうね、特にね、あの、毛並み綺麗ですよね。配色すごく綺麗。僕より上手いなって思うから、本当に。これもね、すごく上手くなりました。もう当時と比べたら全然違います。でね、最後、アビシニアン。これが途中で終わっちゃったんでね、出来上がりましたってね、送ってきてくれたんですね。いや、ほんとね、もう、レベルアップしたなーってね、こういうの見たらね、すごく嬉しくなりましたよ、ほんと。はい。ね、当時の写真と比べるとすごいレベルアップしてるのが分かります。この1年でね本当に上手くなったなと思います。はい、ここからねもう本当どん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 自信つけてね、たくさんね作品作っていってほしいと思います。はい、で次ですね、2人目はですね、同じく猫の技術アップ講座を受けてくれた生徒さんだったんだけども、こんな風にできましたっていうところでね連絡をくれました。最初ね習いに来た時ってこんな感じの作品だったのね。あの、すごく可愛らしいマスコットみたいな感じで作る作風だったから、で、こっからね、リアルに作りたいですって言って習いに来てくれて、で、その2ヶ月の技術アップ講座の時に、これぐらいまでなったんだよね。すごいじゃない ?2 ヶ月間びっちりやって、レベルアップして終わったんだけども、その後、終わってからね、約3ヶ月かな。ついこの前送ってきてくれた写真がね、これです。いや、これね、すごくないですか?めちゃくちゃレベルアップしてるじゃないですか。この頃と比べても。3ヶ月前でもレベルアップしたなと思ったけど、さらにレベルアップしてる。で、まあ2人ともそうだけれども、あの、これね、コツコツどれだけ練習したかっていうのがね、すごくわかるんだよね。
僕もそうなんだけど、何か習いに行くとき、やっぱりさ、その時って自分のテンションが高いじゃない。よし頑張るぞって言ってモチベーションも高いし、だから習ってる時って一生懸命やるからグッてレベルは上がるんだけど、大事なのってさ、そこから先なんだよね。終わってから。だってさ、学びに行って、まあ身についてるわけじゃないからね。学んでできるようになって。そこからが本当のスタートであってさ。で、そこからどれだけコツ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 練習していくかなんだよね。で、そっからの戦いってかなり孤独なんだよね。どんなことでもさ、フェルトだけじゃなくても。なんでかって言ったら、教えてもらえる人がいなくなって、で、周りにさ、同じことをやってる人たちがいるんだったらね、また切磋琢磨してできるんだけども、なかなかさ、このフェルトっていう世界だとさ、一人でコツコツものづくりをするじゃない。だから結構孤独になっちゃったりするし、自分がね、習ってきたことが本当にうまく反映できてるのか、疑心暗鬼になったりとかさ、する時もあるかもしれないけど、でも、信じて頑張ってコツコツやっていくとさ、ね、絶対にこうやってね、レベルアップするんだよね。絶対にレベルアップするから、本当に。だから今自分が練習していること、コツコツね、本当続けてほしいなって思いました。はい、まあちょっとね、そんなところをね、紹介したいなと思ってね、今回の動画ね、作品紹介させてもらいました。はい、そんなところです。はい、というわけでここからはね、話が変わってね、最初に言ったこの3つのね、連絡事項について話をしたいと思います。でね、1つ目はね、これからね、秋口にやりますって言ってた犬の技術アップ講座、これね、ごめんなさい。本当にごめんなさい。楽しみにしてくれた人はね、申し訳ないんだけどね、ちょっと僕の方で、ね、余裕がないので、これ断念します。で、断念するんだけど、そのお詫びと言ってはなんですが、この前作った、ちょっと紹介したね、このスムースチワワのレッスン動画、これ来年やるオンライン教室の中の講座の一つではあるんだけど、犬の技術アップ講座を開いてあげることができなかったので、今回ですね、来月、11月中にこのレッスン動画ね、無料でリリースします。なのでね、楽しみにした人は申し訳ないけれども、ちょっとね、それでね、勘弁してください。それちょっとね、練習してみてください。はいはい、2つ目はね、虹玉塾についてです。虹玉塾については初めて聞く人もいるかもしれないから、ちょっと簡単に説明させてもらうと、期間はね、10ヶ月間僕の下で、まあ技術指導を受けたりとか、あとはね、そのオーダー作家としてやっていくためのノウハウ、そういったものもしっかり学んで、で、僕のところで学びつつ、実際にオーダーを受けて、そして、しっかりお客さんに納品するまで、そこまでしっかりサポートしてもらいつつ、作家デビューするまで、それがゴールなんだけども、まあ、そこまでね、しっかり持っていく、作家育成のコースです。で、このね、1期生がね、今月10月いっぱいをもって、1期生、終了します。で、11月、2期生の方ね、募集をかけます。で、今ちょっと簡単に見てもらうけど、今画面に出してるこれ。虹玉塾の概要がわかるものをね、今準備しているので、これができ次第、LINE に登録してくれてる人には全員ね、これ、連絡行くようにします。で、LINE 使ってないけど受けたいっていう人はね、申し訳ないけどね、これのね、虹玉塾だけはね、受けれないんですよ。っていうのは、この虹玉塾の講座自体が LINE でやる講座なので、なのでもしね、どうしても受けたいっていう方がいたら、もう LINE ね、使えるようにならないとちょっといけないです。はい、で3つ目についてはね、まあ来年やりますよって言ってるオンライン教室ですね。でこれについてはね、今ね作ってる最中なので、ちょっとね時間がかかるかなと。で多分どんなに早くても、まあ、2月に開始できればいいかなっていうところですね。はい、そんなところでね、今予定は進んでいます。はい、という感じなので、またこれはね、詳しく、それぞれね、分かり次第、また発信をしていくので。で、とにかくね、この、スムースチワワのレッスン動画についてはね、もう来月から配信を始めるので、ぜひね、楽しみにしていてください。はい、というわけでね、今日の動画は終わりたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは、羊毛フェルト作家を仕事にして、生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人や、もっとスキルアップしたい人、そんな人に向けて、リアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。
概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。